おかしいな。どうなってんのこれ。どうしたのさくら。新しいブレイクミッションが見つかったって言ってたけど。自動修復モードを走らせつつ調査してるんだけど、スキャニングプログラムが初期化されちゃうんだよ。フォーマットフォーマット。え、バグ？しっかりしなさいよ。原因がわからなきゃ対処のしようもないじゃない。こうなったら直接ミッションに行って確かめるしかないかな。そんな不確定なミッションに飛び込んで私たちの人格データフォーマットされたりしないでしょうね。少しでも情報はないの？どの歴史でとか、どのガンダムがいるのかとか。歴史は宇宙世紀だね。アクシズショック後のアクシズ。シャアの反乱の時、地球落下軌道を逸れたんじゃないの？それは間違いないよ。あとは地球圏を離れていくだけなんだけど、今回のブレイク現象はそこで起きてる。さくら、いつだ？いつ頃だ？ちょっとはっきりしないんだけど、宇宙世紀 0096 の前後、ラプラス宣言の前後みたい。ユニコーンガンダムの戦い、その後何か大きな事件は起こるの？ラプラス事変の裏で始まり、事変が終わった後も続いていたというのが正しいかな。年代から考えるとフルサイコフレーム機が関わってくると思う。ユニコーンガンダムやバンシーとは別の？イエス、説明しておいた方がいいね。不死鳥狩り、ユニコーンの3人目の兄弟について。ラプラス宣言の直後に現れたユニコーンガンダム3号機フェネクスか。不死鳥狩り、不死鳥狩り。その作戦に参加してあわよくば捕まえるってことでいいの？それなんだけど、どうなるかわからないんだよね。は？ここまで説明してきてわからないってどういうことよ。最初に言った通り、ミッションのスキャニングが不完全になっちゃってるんで、ブレイク内容が断片しか拾えてなくて。間違いなく不死鳥狩りは関連してる。でも史実ではアクシズで行われてはいないんだよね。どちらかのデータがブレイク現象で紛れ込んでいるとか。ユノ、どちらかだけじゃない。たくさん、いっぱい、もろもろデータ感知。だからなんでそんな急に曖昧なのよ。しょうがないんだって。スキャンプログラムが片っ端から初期化されちゃうんだから、複数のブレイク現象が起きてるってことしかわからないんだよ。だから直接行くしかないって話なのね。いつも通りっちゃいつも通りだけど。確実なのは、舞台が96年の前後、地球圏を離れつつあるアクシズであること。そしてフルサイコフレーム機であるユニコーンタイプのガンダムが関わっていること。サイコフレーム、今回のキーワードになりそうね。小隊長、警戒していきましょう。何が起きるのか、何が隠れてるのかわからないわ。あの光、間違いない、サイコフレーム。私たちを案内している。ユノ姉さん、あの飛んでく先、ガンダム？リタ、リタなんだろ。こちらアムロだ。これより援護する。戦いってのは頭を使わなきゃね。リタなら話を聞いてくれ。俺だ、ヨナだ、ヨナバスタだ。聞こえているんだろう、リタ。ヨナ少尉ってことはナラティブガンダム。イエス、少尉さん、こちらシザール隊、援護します。すまない、ここにリタか、不死鳥がいるはずなんだ。アクシズに？さくら、ブレイク現象じゃなくて？調べてみる。小隊長さんは敵機の殲滅を。フェネクスは俺が捕まえる。どんなことをしてでも必ず。やめてくれんじゃないの。この感じはゾルタンアッカネ。さて、問題は私に
明確なニュータイプの素養があるかどうかだが。ジオングル、じゃあ今度こそシャアの動きに追いついてみせる。 RX78 のにガンダム、それに本物の赤い彗星。シャアの最大計画と紐づいてるんだ。シャア、なぜララーを巻き込んだ。ララーは戦いをする人ではなかった。戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。戦争がニュータイプを作る。だったらリタや俺たちはどうなる。しかし正しいものの味方だ。ヨナ少尉、最初のガンダムの援護を、最初のジオングを倒さなきゃ。くそ、まだか。私から逃げられると思っている。今の私にララ、私は幻でも見ているのか。僕にも時が見える。ガンダムとジオング、ブレイクアウト。ヨナ少尉、あれを。あの光、リタ、俺に何を見せたいんだ。調べたんだけど、フェネクスのデータはこのミッション中に存在してない。じゃあ、あのサイコフレームは。小隊長、追いかけて。敵モビルスーツがブレイクイン。さっきは1年戦争のジオン軍、そして今度は連邦のティターンズ。こいつらがオーガスタ研究所で被験者だったヨナ少尉、彼と紐づいているのは何なのかしら。敵モビルスーツがブレイクイン。グルブス戦役の次は当然第一次ネオジオン戦争時のモビルスーツだっていうのか。一年戦争から歴史をたどっていってるの。行け。リターンズとネオジオンのモビルスーツ手を組んだの。ってブレイク現象だから起こり得るわよね。必ずしもつながりがないわけじゃないけどね。モビルスーツが譲渡されたりとか。リターンズは裏でいろいろやっていたよ。決して許されないことも。ザッザッ、そこだ。では行こうか、ハマーンカーン。私に指図するつもり。このまま押し切る。旧型のサイコ。カミーユさん、あんたと一緒に戦えるなんてね。油断するな、ジュード。シロッコとハマーンだぞ。やっぱりグルプス戦役と第一次ネオジオン戦争が混ざってる。まさかティターンズ。戦えたニュータイプ研究所のあん女たちのところへ戻る。女だぞ。持てる能力を調和と協調に使えば地球だって救えたのに。帰ってきてよかった。強い子に会えて。キュベレイ、ブレイクアウト確認。こんなんじゃリーナだって。大丈夫だ、あの鳥が僕たちを導いてくれる。リタ、今度は何を見せたいんだ。カミーユ君、ジュドー君のブレイクアウトは問題なしだよ。了解よ。最後フレームを。こいつらは袖付きのモビルスーツ。その前だよ、ユナ少尉さん。第二次ネオジオン戦争からブレイクイン。年代順に考えればギラ動画になるわよね。シャアの反乱、サイコフレーム機が実戦投入された戦争か。
来やがった。私だけで掃除してやるよ。指揮官機ウカ小隊長、下から狙撃して。取り囲まれてるから周りにも気をつけないとダメだよ。言う時に数を減らす。ニュータイプが強化人間だって、私の敵じゃないんだよ。やられる、この私が。お見事よ、指揮官機撃破。バカだ、こいつを切れば。今だ。こっちは行き止まりだよ、小隊長さん。お構いなしに敵はブレイクイン。当たられる。かわせるか。小さなブレイク反応、コンテナが出現したみたい。またコンテナ確認。敵さんはお宝を持ってるみたいだね。アクシズには何か眠っているのか。かわせるか。バカな、何のために。3つ目のコンテナが出たわ。この頃のアクシズでは確かサイコフレーム回収計画があったけど。サイコフレーム、小隊長、こんなところに飛び降りたら戻れなくなっちゃうわよ。来ちゃったからにはしょうがない。小隊長さん、脱出ルートを探そう。ブレス、うわ、大量のブレイクイン。こりゃ何かあるよ。肝心な時に当たられる。これはどうだ、かわせるか。まだか。ぜいぜい、肝心な時に落ちる。これはどうだ、またコンテナが。それに各駅のロックも外れた。行こう、小隊長さん。反応、さっきのブロックと同じだね。敵を倒してコンテナを探すってことか。まだなのか。くらえ、これはどうだ。そこ、テリア、問題ない。テリア、ぜい当てる。テリア、ずいぶんコンテナが残されてるのね。宝探しが行われるのも納得かな。何かが来る。
ララーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出す。このモビルスーツ。しゃあ、奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が長きにわたる戦いだった。これでよかったのだろう、ララ。しゃあ、さよならだ。この戦いはフェネックスにつながっていくのか。そうだ、サイコフレームは。小隊長さん、あっち。袖付きのモビルスーツがブレイクイン。第二次ネオジオン戦争の次はその残党。今回のミッションは核心に近づいてる感じだね。袖付きラプラス G。 かわせるか。そこだ。ジオンの名を背負う者として連邦には負けられんよ。アンジェロ・ザーパー大尉、彼が大佐、大佐の戦場を怪我してしまった。俺の戦場はここじゃない。でもここにいるのは分かるんだ。これはどうだ。船の残骸が。この先に何かある。あれはサザビー。それにもあれ、ブレイクアウト。何だったんだ。船から高エネルギー反応。なんだ、敵が潜んでいたのか。それっき、あれを回収に来るのは連邦の特殊部隊のはずなのに。そこ、まだなのか。奇襲にも程があるでしょう。この先にブレイク反応があるね。こんなところで時間を取られるわけには。年代を無視した混成部隊のパターンね。ブレイク現象のねじれを感じるね。紛れもなく宇宙世紀のガンダムだよ。宇宙世紀 O123 だね。なんでこんなところに来るんだよ。こっちのセリフだ。君は一体誰なんだ。俺とどういう関係が。もしかしてさっきのサタビーと紐づいてるのかも。ここで地球連邦軍によるサイコフレーム回収計画があったんだよ。そうか、アクシズに放棄されたサタビーは。サイコフレーム機。その争奪戦に参加したのがクロスボーンヴァンガードの前身となる守護衛士。大人の都合だけで殺されてたまるか。そうだ、俺たちはいつか死ぬ。それまでは生きるんだ。すごいブレイク現象だったのね。
意味があるんだ。多分これにも。何かが来る。この力示させてもらう。そのつきの、いや、まだ来る。切り札ってのは最後に切らないとな。聞こえた、強い声が。君は フェネクスじゃ、人違い、いや、ガンダム違いか。シンギュラリティワン、ユニコーンガンダム。声が聞こえた。あれはこの世にあってはならないものだと。その時が来たら世の勝利。新たな力が必要になる。ガンダムの力はリタが。この白いモビルアームのことよね。両方、白いのはセカンドネオジオング、予備パーツで組まれた合成機だよ。そうか。もう寄せ、ゾルタアッカル。やめられるか。そうやって片付しまうから、人はいつまで経っても。でアーク。くそ、まだか。あんたは知っているんじゃないのか。人の意志が力になって地球を包むの。違う、ウタが言っていた天国はそんなんじゃない。やはり君にも見えるようだな。ではこの宇宙の時の果てまで共に行こうか。何、光なく時間すらなく。一人の人間が全ての意志の代弁者にはなれない。器にでもならない限り。そうか、だからリタは。あの声がした場所、遠いな。それでも、それでもいつかは、いつかは。犬姉さん、サイコフレームが。この黄昏のアクシズで人の心の光を見せてくれたのね、リタ・ベルナルさん。今、ミッションデータを確認したんだけど、データは全て正常。自動修復モード作動中、問題なし、初期化もされない。ニュータイプたちの戦いの歴史を一気に見せてもらったって感じだったわね。戦士ではヨナ少尉、そして今回ミッションでは現れなかったフェネクスはどうなるの。この世界にあってはならないもの、いわば得意点を消すためにセカンドネオジオングと戦うことになるんだよ。命が始めたことは命にしか終わらせられない。そうだったわね。ヨナ少尉の話だとリタさんはもう。彼女には分かっていたんだよ。その戦いのために自分がユニコーンガンダム3号機が必要になることをね。分かっていたって、いつから。まさか。コロニーが落ちたその時から。そして鳥に生まれ変わって
彼と再び出会うために。フェネクス、不死鳥の名を持つガンダム。